佐久間一行です。前回シャープ5では、吉本も劇場が再開して久しぶりの舞台でドキドキですと話してましたね。3ヶ月ぶりのルミネ大吉本のステージはやはり緊張しましたね。お客さんもだいたい450席分の50席みたいな感じで離れて座っていたんで、だからお客さんも緊張感あったかもしれませんね。始まって2分ぐらいはふわふわしてたんですけど、それ以降はまあ、あ、この感じだと、なんかこう喋りなんですけど、体が覚えてるっていうか、やっぱりこう何十年もやってるのってこう、すごいなと思いました。そして、つい先日は7月7日の、七夕の日なんですけど、今日今撮ってるのが2020年の7月9日なんですけど、まあ、7日、七夕の日は、日本青年館で歌ネタ無観客生配信ライブをしました。ポスター画像ありますんで、どうぞ。1200席のホールで無観客。これは豪華な使い方でした。久しぶりのあの歌ネタの数々。その中でも久しぶりにやるやつもあり、とにかくね、自粛明けでは一番カロリーを使ったライブとなりました。そして、こちらのライブの映像、購入された方は生配信とアーカイブで見れてると思うんですが、さらになんと、後からでも、まあ今これを聞いて知ったっていう方も購入できる追加発売が決定したんです決定したんですねえ、あの詳細と、歌ネタのセットリストなど、概要欄に載せておきます。ただこれ、販売期間と視聴期間があるので気をつけてください。販売期間が2020年の7月13日月曜20時から7月18日土曜日の20時。そして視聴期間、見れる期間ですね、が7月13日月曜日の20時から7月19日の日曜日20時までとなっていますので、そこはお気をつけをということです。そんなこんなで、今日はちょっと音楽の話もしますかね。はい。佐久間一行の佐久間かラジオ、改めまして佐久間一行です。いやー、音楽いいですね。好きです。みんなも好きですよね。音楽ってもうそれ自体も素晴らしいのはもちろん、いろんなものに寄り添ってますよね。まさに今かかってるこの元気の歌の BGM とか、ドラマでも映画でもテーマ曲、BGM、スーパーやデパートなどね、お店行ってもかかってるし、もう絶対必要なんですよね。さらに言ってしまえば、もう音ですよね。まあ無音って結局耐えられないじゃないですか。だから家でも結局生活音はありますから。冷蔵庫のブーンとかね。テレビとかたまに電源切ってんのにプツンとかなんかありますもんね。なんかしら音ってこう発してるし、それが無音って逆にちょっと怖くなっちゃうというか、ありますよね。うちでは、あの棚ごと、土壌の水槽があるんで、あの水ね、フィルターのあのジョボジョボジョボっていう音、この水の音が流れてるんですよ。でそれも結局音、まあある意味音楽ですよね。ちょっと聞いてもらいましょうか。どうぞ。こちらはタナゴの水槽です。撮影のために事前に蓋は取ってます。こちらは土壌の水槽です。いやー、いいですね。やっぱ水の音って、こう水の音をバックに喋るのもいいかもしれませんね。いや、だから本当初めて会う人と一緒になって気まずいから喋る、ね、無言がきついから喋るみたいなのありますけど、無言っていうよりはもう無音が嫌なんでしょうねって思うんですよね、結果だから。だって曲が BGM 流れてたら平気なわけですから。だってもう極端な話、ダンスフロアとんでもなく音がズンガッズンガッズンガッって流れてたら、そんな気まずいとかないと思うんですよ、喋んなくても。結局そういうことだと思うんですよね。で本能的になんか初対面で、会話がない、
ね、喋ることもなんかないな、どうしようっていう時に、もう気まずすぎて、自分からこう音を発しちゃう時あるじゃないですか。こう、独り言とか。とか、ブツブツ。あと、息遣いとかね。とか。あと、この、なんかよくわかんない。こう、みたいな、なんか、発しちゃう時あるんですよね。それで結局、無音が怖いからなんだろうなと思いました。うん。だから、俺はよく歩いてても、すぐに歌ってしまうんですけど、自分の中で、今思うとね、自分の中で音がこう足りてないから、自ら発してるんだなと思います。うん。ただ、もう鼻歌のつもりが周りからは、それは普通に歌ですよって言われます。やっぱりこう、道歩いてて、は鼻歌じゃないですか。でも道歩いてて、Oh, bye for the magic jar ってやってるから、それは普通に歌ですよ。でもたまに自転車の中で、じゃあ自転車漕ぎながら本気で歌ってる人とか、家の中にいて外からなんか酔っ払ってるのか何なのか、ちょっと歌声聞こえる時とかありますよね。だから、俺は逆に自分が結構そうやっちゃうから、わかるよと思って、聞いてます。それではここで曲に行きましょうかね。はい。コメント欄で、ジョーマンさんかな、虫こなしのテーマをぜひ音源化してほしいです、よろしくお願い申し上げます、私も息子も大好きなんでっていうコメントをいただいたんですね。でこれは薬局のネタの、シュッシューとするだけで虫が来ないだと思うんですけども、こちらね、まあ音源化はまだされてないんですけども、ただ日谷博之さんが歌ってるバージョンはこれ音源化されてるんですよ、配信されてまして、うん、今回はそちらをお届けしようと思うんですが、アレンジがすごすぎて、ジョーマンさんと息子さんが求めてるものにはなっていないかもしれませんが、行きましょう。うん、せっかくなので、先日の日本青年館での写真を、添えますので、そちらを見ながら聞いてください。北谷博之で虫こなしのテーマ。シュッシュッとするだけでイエイ、シュッシュッとするだけでイエイ、虫がノーノーノー、虫が嫌がる成分入っているのさ、つけたらサラサラしてる、庭のお掃除やキャンプ行きたい、かければシュッシュとイエーイ、シュッシュとイエーイ、虫がフェイダーウェイ、自分でラベルをしっかり見て。はい、聞いてもらってますが、この虫こなしスプレーなんですが、このライブではですね、北谷さんが除菌バージョンに歌詞を、シュッシューっていうのを除菌のスプレーバージョンに歌詞を変えたりしていたんですが、思わぬハプニングがありましたので、そちらもお楽しみいただければと思います。まあライブにつきものですね、ハプニングはね。うーん、思わぬハプニングでした。まあその日本青年館の映像ね、がなくても北谷さんと大根おじさん、人参おばさんのコンサート映像は DVD、佐久間一行 DVD40 にも入っていますので、薬局のコントとセットで見ていただければと思います。はい。それでは、ここでお便りのコーナーに行きましょう。コメント欄の中からいくつか答えたいと思います。あ、その前に、あれでしたね。前回のシャープ5で、コメント欄の、皆さんが書いたものを、載せて、答えるみたいなやり方は分かったんですよ。結局皆さんのコメントをスクショして、画面に貼り付けばいい、貼り付ければいいということなんでしょうけど、やっぱりせっかくなんで、自分でこうやって紙で印刷して、読みながらやりたいと思います。あとはなんか、あれ?なんか、ね、スクショされて、なんか、みんなの前でバーンって出されるのは恥ずかしいっていう人もいるかもしんないなと思って、ちょっと考えすぎてしまいました。はい。ね、だって、スクショされると思ってそのアイコンとか、ニックネームにしてるわけじゃないですもんね。でも、まあ、いいのか。でも、そっか、コメントも公開されてるからいいと思ってやってんだろうけどね。すいません、考えすぎてんのかもしれません。はい。
だって、なんでコメント欄を勝手にスクショして載せたんじゃーってなるかもしれませんからね。はい。そう、こんなところに載ると思ってないぞー。そう思ってアイコンをこれにしてないぞー。そうですね。乗るならば違うアイコンとニックネームにしましたよかもしれませんからね。失礼いたしました。じゃあ行きましょう。ちょっと余談が長くなっちゃいましたね。まずは南さん、佐久間かラジオはどこで収録していますかっていうことなんですが、自宅で iPhone で撮ってみます。はい。そして、セレさん、この自粛期間で料理を始めたということで、料理初心者でもできる料理はっていうことなんですが、あれですよね、料理初心者でもできる料理って、例えばカレーとか、なんだろう、焼きそばとかじゃないってことですよね。うん。どこまでのことなんだろうな。この期間ね、マカロニサラダを作ってみたんですよ、初めて。もう一つコメントにもありましたね。エミさん、マカロニサラダの次に挑戦しようとしている料理はっていうのもあるんですけども、はい。マカロニサラダはね、すごい難しかったんですよ、まず言うと。で、マカロニサラダ作ろうと思った時に、ちょっと調べはするんですけど、キュウリ忘れちゃって、やっぱどうしても普段キュウリを買うってことをしなかったんで、あとマカロニサラダといえば、やっぱマカロニ入ってるマヨネーズだとか、なんか卵かなとか、キュウリって浮かばないんですよ。で、あ、キュウリ必要だったんだ。で、キュウリないまま一回作っちゃって、やっぱなんか足りないんですよ。だからこの期間に、キュウリの大事さ、キュウリが支えてくれたものに気づくこともできました。はい。やっぱシャキシャキ感必要なんですよ。うん。まあそういうのにも気づけたからこの期間良かったですね。で、料理初心者でもできる料理はということで、麻婆豆腐。これはね、実は皆さんが思ってるより簡単でした。要は、豆腐と麻婆豆腐の素があればできちゃうんですよ。これはね、意外な発見でした。なんかもっと難しい感じしたんですけど、これできるじゃんみたいな。ぜひ、作ってみてほしいなと。思います。マカロニサラダの次に挑戦しようとしてるのは、リゾットみたいな、ドリアみたいな、せっかくマカロニもあるし、それは考えました。でもなんかすごい難しそうだなと思って、手が出てないという、状況です。続いて、ゆうさん。鬼滅の刃で好きなキャラクターはということですね。もう一つ、なおしゃんさんからも、鬼滅の刃のさっくんの推しが知りたいということで、やっぱりね、主人公、炭治郎ですね。やっぱり、そう、妹がいてってね、自分と重なるっていうのがあったんで。ただね、やっぱり、ほんとこれ、この期間でこう見るようになって、で、大阪に仕事だ、静岡に仕事だって言った時に、コンビニとかに、この限定、大阪限定キャラクターの、例えばキーホルダーとか売ってんですよ。うわーと思って、いや、欲しくなっちゃって、でもいや我慢だ、これはキリがない、いっぱい買っちゃいそうと思って、なんか我慢しました。うん。いやーいいですね。ただもう炭治郎が好きなんですけど、例えば、キーホルダー、静岡バージョン、静岡限定バージョンだと富士山のとこにいたりするんですけど、この静岡バージョンは、富士山のとこにいる感じのは、善逸がいいかな、とかそういうのはあります、なんか。うん。まあそれデザインの問題なのか。うん。でもやっぱり三人、いいですね。そして、やっぱ、ねずこ。うん。猪之助とね、いいですよね。いやー、ほんと魅力的です。最新刊の21巻も、もう発売日に買って、あっという間に読みました。いやー、なんて面白いんだっていう感じですよね。そして、まあ、漫画、続きになりますが、阿部こみんころさん、漫画で一番泣いたシーン。これは、まあ、もちろん、鬼滅の刃もそうなんですけど、一番、泣いたのは、でもあんまり泣かないんですけど、一番泣いたのは、ワンピースの、やっぱロビンの過去編ですよね。41巻。背拍子が、もう子供のロビンのやつなんですけども、初めてから漫画で泣いたのはあれが。うん。やばいです、過去編は。で、一回読んですごい泣いてしまって、で、改めて読んでも、もう分かってんのに、二回目は泣かないのかなと思ったらやっぱ泣きますね。やっぱロビンのエニエスロビーのところ、過去編から現在戻ってきて、で、ルフィがね、望むところだっていうとことさ、
ロビンに対していろいろこう、ね、みんな優しくてとか、でそこからのメリー号の下りまであるんですけど、とにかくその一連がね、すべていい。いやー、そこは。それこそね、物って言ったら良くないのかな。なんかいろんな、そのね、物にも感情があると思う。感情があるというか、まあ、大事にしようってより思えたし、なんか、ね、あれは、グッとくる回でしたね。はい。続いて、タミチヨさん。実はこんな CD 持ってるよっていうやつですね。はい。まあ、基本はなんか T ボラン、ビーズ、そしてビーング系はほぼ全部聞いてますよね。ワンズ、大黒摩季さん、ザードとかね、フィールドオブビューとかね。うん。皆さんが思ってるより、まあ、実はこんな CD 持ってるよもありますけど、実は皆さんが思ってるより CD 聴いてるよっていうのもあるかもしれませんね。もちろん、ミスチルとかスピッツとか、エクスジャパンとか、ラルク・アンシェル・グレイとか、もうめちゃくちゃいろんな、まあ、聴いてますね。うん、リンドバーグとかね。うん。最近のやつも、結構聴いてますよ。ほんと確かにこれは意外かもしれないけどね。いろんな、まあ、自分のライブで、こう、イメージ曲とか、いろいろあって、聴いたりとか、はい。トータルファット、スーパービーバー、バズ・ザ・ベアーズ、ゴーゴー・バニラーズ、シーズとかね。煙とかね、こういろいろ、たくさん、聴いてますね。で、実は、こんな CD 持ってるよっていうのは、皆さんからして何が意外かな、俺が。まあ、今のも全部意外かもしれないけど、関ジャニ8。これ好きなんですよね。持ってるのは、殴り書きビートと、キング・オブ・男。これがね、かっこいいんですよ。やっぱ名前もかっこいいし、キング・オブ・男とか、うん、殴り書きビートも、すごい好きです、この歌。うん。元気が出るし、曲調っていうか、うん、その感じも全部好きですね。うん、うん、うん、うん。という感じです。はい。そして、スマイルさん。最近よく聞くのは誰の何という曲ですかということなんですが、改めて、ザ・稲妻戦隊ですかね。稲妻戦隊は、稲戦ですね。はい。メンビーというね、日テレで、まあ、フジテレビの跳ねるの扉みたいな感じで、ユニットコントのやつですね。を日テレでもやるみたいなこう感じの時に、選んでいただいて、そういうのやってた時期があるんですよ。それのエンディングテーマを歌ってたのがザ・稲妻戦隊で、で、そこから、ライブにも誘っていただいたりしたんですけども、ライブも最高ですし、もちろん。で、曲ももう出す曲も全部好きで、すごいなっていうぐらい、いつも全部いい曲じゃないって思っちゃうぐらいすごくて、そこから毎年もうアルバムも全部買ってるんですけど、特に嬉しかったのは、2011年、自分がその R1 グランプリで優勝した時に、ね、その番組で一緒だったことを覚えてくれてて、なんか、俺をイメージして曲を作ってくれたらしく、それが終わりなき道という曲なんですけど、それがね、めちゃくちゃ歌詞もなんかすごいジーンとするし、で、曲はかっこいいし、うん。愛とファイターっていう、アルバムに入ってるんですけども、これはすごい嬉しかったです。そのアルバムね、中に愛しい日々さとか、武蔵野ラプソディとか入ってるんですけど、それもすごい好きです。でもね、全部いいんですよね、ほんと。あと、2010年に出てるアルバムかな、これ、未来の地図。これもね、すごい好きです。手を打ち鳴らせとかね、風に舞うのか散りゆく定めかって、これめちゃくちゃかっこいいです。はい。あと1曲目の未来の地図ってのもかっこいいです。いやもうほんと全部ね、いいんです。ほんとすごい。はい。最高ですね。なんか気持ちがかっこいい。うん。なんか魂っていう感じですよね。はい。ザ・稲妻戦隊ということですかね。はい。というわけで、ちょっと時間もありますのですいません。質問はこの辺にしたいと思います。シャープ3とシャープ4の中からかな。はい。なかなか、ちょっと、シャープ5の方までもたどり着いてないんですけども。皆さんたくさんコメントありがとうございます。さあ、ここからは、T ボランのコーナーというわけで、毎回おなじみの T ボランのコーナーです。今回は、9枚目のシングル、切なさを消せやしない。こちらをお届けしたいと思います。以前話した傷だらけを抱きしめての両 A 面の、ね、シングルなんですけどもね。はい。いや、これはもう最高すぎますね。もう、ミディアムテンポっていうんですかね。はい。この時のね、両 A 面のシングルが出た時もめちゃくちゃワクワクしました。もう、ジャケットもかっこいいし、で、ちょうどハートオブストーンというアルバムが出た後で、
いやー、ワクワクしたな。で、でん、で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 、っていうのが始まるんですけど、このもう、最初のこのリズムで、特にライブではもう、うわ、来たーっていう、もう、なんか、そこまでも乗ってるんですけど、さらにここから、うわ、乗ってきたーっていうね、なんでしょうね。すごい幸せな感じ。来たーっていう。なんでしょうね、あの、切なせを消せやしないが始まった時のあの、パーってこう、なんか明るくなるというか、ね、切なせを消せやしないんだけど、なんかこの、くわーって、あの、ミディアムテンポのあのリズムなのかな、最高ですよね。愛しさはまるで夢のようさってこう始まってね。でこう、サビに行く前好きなんですよ。季節に滲んでいた。で、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 変わらぬっていうね、この、で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 っていう。そこね。はい。そしてやっぱりこの、もちろん、タイトルにもなってる、この部分、切なさを消せやしないですよね。もう二度と欲しくない、こんな気持ちは、切なさを消せやしない。ここまでですよね。やっぱり。この最後の切なさをタカタカタン消せやしない。こない。タカタカタンと。ここですよね。はい。やっぱり結局、もうライブだとやっぱタカタカタンのところを、もうドラムのね、ダーンのところを何回自分の太ももを叩いたかっていうことですよね。はい。なんですけど、本当は思いっきり叩きたいし、まあ太ももじゃなくても、なんかタカタカタンとこう体を動かしたいけど、やっぱりね、こう恥ずかしがり屋な人は、まあ自分もそうなんですけど、すごく浅く小さく叩いちゃうんですよね、太ももをね。はい。ちょっとどんな感じかっていうのを、ちょっと動画撮りましたんで、見てください。どうぞ。もう二度と欲しくないこんな気持ちは切なさを消せやしない。さあ、どうでしょうか今の。いや、ほんと何やってんのって感じですよね。ちなみにさっきの動画をあのキッチンで撮ったんですけど、あのね、冒頭で話したあの冷蔵庫のボーっていう音じゃないけど、ちょっと音が鳴ってたんで、なんか入っちゃうかなと思って、冷蔵庫って電源が元、コンセント抜くか抜かないかじゃないですか。で、コンセント抜いたんですよ。したら、ちょっと、コンセントの位置が高いの分かります?冷蔵庫の近くのやつって。冷蔵庫よりもなんなら高い位置にコンセントがあるんですよ。それをバーンって引っこ抜いたら、なんかちょっと手が離れてしまって、あの、冷蔵庫のコンセントのコードが、コロコロコローンってその冷蔵庫の裏側の方に落ちちゃって、なんで、この動画を撮った後に、冷蔵庫を引っ張り出し、久しぶりに見たら、ちょっとホコリも溜まってました。はい。そこから、コンセントをもう一度取り、せっかくなんだから掃除しようと思って、冷蔵庫の裏のホコリも取り、冷蔵庫を戻したという現状がありました。まさに、切なさを消せやしない。はい。という状況ですね。それでは、じゃあこのままエンディングに行きましょう。そうですね。お知らせなどは、まあ、いつも本当ブログに関しては毎日更新しているので、あ、普段こういう日常を送ってるんだとか、お知らせなどもブログを見ればわかるはずですし、基本の、ことは、オフィシャルサイト、佐久間一行オフィシャルサイトに、載っていますので見てください。そして、2019年最新の単独ライブですよね、の映像合集は、DVD ではなく今回 M カードという形で、販売しています。これも佐久間一行オフィシャル、ネットショップというのがありまして、そこで、買えますので、ぜひ、映像、90分くらいかなの映像入っていますので、ぜひぜひ、ネタが全部で9本最新の映像が入っていますので見ていただければと思います。そしてね、コントキャラクターのトランプも発売されてまして、それも、同じ佐久間一行オフィシャルネットショップで、購入できますので、ぜひ、この期間なかなかこう外にポーンって遊びに行けないとかいう風だと思うので、トランプで楽しんでいただければと思います。はい。そして冒頭でも言ったね、歌ネタの映像が、
出ていますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで以上かな。はい、というわけでお送りしてきた佐久間家ラジオなんですが、最後に1個だけ、コメントで、アキメルさん、ありがとうございます。これからも、ずっと佐久間家ラジオを続けてください、お願いしますと、佐久間さんが話すことが大好きなので、なくならないでほしいですということですなんでなくなりそうと思っちゃったんですけど、大丈夫です、アキメルさん、はい、佐久間家ラジオは続けていきます。地方に住んでいるのでライブも見に行けないし、ラジオとか YouTube でしか佐久間さんに会うことができないので、お願いしますということです。はい、というわけで、結構ね、俺もこの佐久間家ラジオは気に入ってるので、続けますよ。はい、というわけで皆さんも、引き続きよろしくお願いします。というわけでこの辺で、さようならなら京都なら、ここ東京。はい、皆さん大変な状況ですが、皆さん引き続き元気にいきましょう。ありがとうございました。